どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリ、インボーク。ついに来ました、年末年始スペシャルガチャということで、終焉の各社、赤眼のフクロウということで、来ましたね、フクロウ、やっと来ました。ちょっと、飲み会帰りの、実況撮ってるんで、テンションも、声も、ちょっと喉も枯れておかしいんですけど、ちょっとね、3回、4回ほど吐いちゃったんで、もうなんかもう鼻の中ともう喉の奥がすげえ、ゲロ臭いんで、もうさっさと終わらせたいです。行きましょう。確定、熟練度 100% にしたいと思います。こいつね、かなりぶっ壊れキャラで、ちょっと詳細見たんですけど、もうこいつを引きたくて、お酒、飲み会の席でこいつを引きたくてしか、その人しか頭になかった。見ていこう。ブレイクバースト S プラスで、味方全体に 1.75 倍のバフをかけます。かつ、人間キラー 1.5 倍、戦属性、光属性にキャラクターダメージ受けず 20% カット。で、グールキラー、1.5 倍ですね。グールキラーと人間キラー、両方持ってます、こいつ。かなり汎用性高いですね。デブ期待値が6アップということで、まだブレイクされることはないでしょう。で、スキルですね。キャホホホホ、レベル5。3ターンの間は味方全体の攻撃力 2.25 倍するが、同時に味方は後衛の、あ、違う、後衛じゃねえ、ごめん。前衛の、防御力を 0.5 倍にする。敵前衛 攻撃力 1.4 倍の10連ダメージを与え、武器耐久値をマイナス7するという、めちゃくちゃなスキルだな、マジでこれ。2.25 倍。まあ、デメリットはあるけど、正直 2.25 倍したら一旦で蹴りつけれる。正直。うん。もう防御デバフなんて関係ない。かつ、まあ、もし、硬い敵キャラがいたとしたすれば、この前出た誕生日ムツキですね。まあ、それで防御力を上げてやればいいという。ああ。まあ、ムツキと合わせて、はい、最強完成ということですね。まあ、現状最強なんじゃないでしょうか。はい。まあ、味方全体にブレイクバーストもかかるし、こいつのスキルでバフもかかるっていうのが、めちゃくちゃ強いですね。はい。2.25 倍かつ 1.5 倍だっけ？めっちゃ強い、マジで。ちょっと 3D キャラ見ていこう。あ、3D ももうすげえから。うん、ボイスもついてるっていうね。あ、めっちゃでかいし。よくない？めっちゃこれ。ちょっと、これどうやってあれだっけ？マップ変えるんだっけ？そう、これ、このマップ好き。拷問マップですね。でもこれなんかあれだよね、フクロウの時ってさ、こう二重にこう、なんて言うんだろうな、なんて言ったらいいの、声が加工された感じっていう、まあ、ああいう感じありましたよね。なんかこれ完全にエトの声みたいな感じになってますけど、もうイラストもかっこいいし、これは引くしかないでしょうということで、今回ですね、もうセールの石全部買っちゃったわ。セールの石全部買っちゃって、今回回していこうかと思います。ハイル、予想以上にハイルで手こずったんで、もうここね、まあ、3回回すけど、3回回せば、確定が、あれだよね、提供割合、確定が3ステップ目と、確定だよね、これ3ステップ。うん、3ステップ目と5ステップ目で、必ず絵とか当たるんで、3周すれば熟練度 100% になります。なんで、750個かな。750個石があれば、確定でこいつを熟練度 100% にできるんで、まあ、やっていこうかなと。まあ、2周したくないんで、とりあえず道中でね、いっぱい出てくれれば、3周する必要はないんじゃないかなと思います。もうなんか買って、酔った勢いで全部石買っちゃったわ。この年になるとね、別にお年玉とかもらえないんで、きついですね。よくよく考えると。まあ、明日になったら後悔してるかもしれない。明日の朝になったら。なんか、時々ない？なんか、こういうソシャゲのガチャとか、今の時代だったらソシャゲのガチャなんだけど、昔とかだったらさ、普通に100円とか200円入れてできるガチャガチャで、おい、なんでこんなガチャガチャのキーホルダーとか、そのフィギュアをコンプしちゃったんだろうみたいな。よくやってたんですよ、昔。スーパーとかにあるね、200円のガチャガチャ。さあ、これグールだぞ。フクロウの可能性あり。ここで1体引いて、ステップ3まで行こうじゃないか。ハイルの爆死を、ここで、汚名返上していきたい。さあ、よっしゃーあざっす。ということで、確定枠以外で引いていく。さあ、確定枠、ここで1体確定だが、もう1体出てくれてもいいんじゃないでしょうか。さあ行きましょう。ちょっと
あれだな、もう声がお酒飲みすぎてダメだな。さあグール、あそうだ、確定枠だ、ごめん確定枠なのにさあグールとかって言っても困るな。まあここはエトなんで、とりあえずこれで熟練の 20% ですね。あと1体どっか余分に出てくれれば、参集する必要はないので多分。さあ4ステップ目いきましょう。4ステップ目で出てくれればなかなかいいんじゃないでしょうか、ペース的には。あのスペシャルガシャの特徴なんですけど、必ず確定枠がある、天井があるっていうのがめちゃくちゃいいですよね。しかも強いっていう、まあ、フェスゲンはフェスゲンで、後々なんか毎月1回開催されるんで、フェスは弾けるかもっていう可能性ありますけど、でももう次の月のフェス、うお、やった、マジか、めっちゃ弾きいいじゃん。毎回10連で出るんだが、次の月で、まあ、どうせいいや、弾けるわって思ってても、弾けないんで。そのフェスはピックアップしてる時に弾かないと、弾けないんで。基本的に。なかなか。課金する人はまあいいですけど、無課金勢にしたらもうそこ、狙い定めてその月に弾くしかないんですよね。なかなか厳しい状況ではある。これなんだっけ？熟練度 40% だよね、今。熟練度 40%。これ武器強化までいけるかな？微妙いな。さあ1枚ということで、これはエトですね、確実に。さあ熟練度 60% です。というわけであと1周すれば、あ、確実に 100% にはなります。あの余分に2体出てくれたのがマジでありがたい。さあこう SR だけ、みんなこれ引いてるんだろうか。なんか時々っていうか、もう毎回コメントあるんですけど、今回のムツキとなんかマルマルはどっちが強いですかみたいな。まあムツキは引いとった方がいいよね。てか性能気にするんならムツキは確実に引いておいた方がいいよね。ムツキエトで、まあ高難易度 S ランクが出たとしても大体はクリアできるんじゃないかな。どうだろう。まあムツキだけでも全然余裕だとは思うけど、まあ、エイトがいるだけで拍車がかかる。さあここはエイトだけですけど、俺もね、あの年末にちょっと RC ポイントさ、毎月20個だけ促進剤っていうの渋いから、100個とかやってくれないかな。それはちょっと大盤振る舞いすぎる。課金勢にとってはな、 RC ポイントめちゃめちゃあぶれてると思うんだよな、正直。俺と待って30万、買ったけどさっき、あの促進剤、おっとマジか、渋いな。今回は確定枠でしか出ない。 だがこの確定枠だけでもう熟練で 100% になるんすね。まあ石のセール結構このゲームやりますけど、石セール中にあの石は買っといた方がいいですよ、全然違うんでね。さあ確定枠ですね、いきましょう。いやマジで袋このタイミングで来るか。アモンはね、なんとなくね、あの来そうな気がするんだよな。だからあのタイトルにアモンがいたのと、あとあれだよね、ちょリプでももらったんだけど、あれあれあれ、ちょっと名前が出てこない。あのよし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 、これ待って、これ一番下確定枠じゃね。まさかお前これ熟練度 120% になる説なっちまったわ。出たー、神引き来た、神引き。入るん時に見せてほしかったけどな、これはな。じゃあ強化していきましょう。熟練度 100% まで、見てこのエットの数、7体引いちまったわ、2周で。また神引きをしてしまった。1,2,3,4,5、まあ一応1体残して、これ圧巻、この光景すげえな。わずか10分足らずのことである。さあ行きましょう、熟練度 100% へ。まあこの絵ともいいけど、 RE の方の絵ともいいですよね。あ、そう、さっき言おうとした話なんですけど、漫画完結、漫画じゃねえ、アニメ完結記念でガシャ来そうですよね。あの袋有馬か、あの金切ってみんななんて呼んでるの。アニメの方さ、結構なんかカニみたいな形になってたけどカニみてえなさ形になってたけどさ、カニカネキって呼んでいいか。
命名します。あのカネキカニです。カニカネキ。これノンストップで熟練度じゃねえわ、武器耐久値じゃねえわ、武器強化レベル10までいけるんだろうか。最近ね、派遣キャラを最後まで育ててたりしてるんで、まあ SSR、まあ、チケットはまああるからね、チケットはあるからいけるかな。っていうか俺あれだわ、あの派遣が今回のアップデートで派遣が一括で完了できる、しかも一括でフレンド選択みたいできるみたいになったけど、あれでさめちゃくちゃ便利だよな。あれもうなんかもうポイントマジで集まらねえからずっとあれなんだけど、もうカネキ、ハロウィンカネキの2倍でさ、これレベル9だから、うかく、闇のうかくか、ま、やべえこれないかもしれない。あべ、加工石買うとこだったわ。危ない。いつもの癖が。癖で加工石購入のところ行っちまった。闇の浮かくですね。これか。これ30個買おう。とか言って、30個買って、最後、降格とかだったらあれなんだけど。どれだっけ？これだ。ロックしとこう。武器強化。待って、何が足りないの？全然足りないんだっけ？全然足りないんだが、グール闇の、グールの血、命ですね。グールの血、命と、これなんだっけ、まあいいや、言ったらわかるだろう。ちげえ、専用武器だ。こっちの方全然使わないからさ。闇だな。闇の、闇のグールの血ですね。闇の、グールの血、どこだ。これか。待って、めっちゃ持ってるじゃん。何が違うの？闇、グールの、これか。待って、何があったらいい？わ、これ水じゃねえか。これだな。これが足りねえんだ。これ30個かあって、まあ、30個じゃ足りねえような気がするから、30個じゃ足りないかな。どうだろう。いや、いけるわ。10個か。1回の強化で使うのが10個だから。おっと、足りねえ。今度はなんだ？肉か。肉が足りねえな。闇の肉だな。闇グール。闇グールの肉だな。炎グールの血。闇グール。闇グールの肉だな。肉。これか。これだな。捜査官の肉。OK。これで、が、ようやく、熟練度 100% になっていく。は？ちょ、待って、間違えて買ったんだが。捜査官の肉、俺買ったよな、今。なんかもうあれだわ、頭回んないからさ、久しぶりに。俺なんか、こんなにアルコール摂取したの、何ヶ月ぶりなんだろう。多分夏ぶりだと思うんだよな。夏の、これか。夏のビアガーデンぶりだと思うんだけどな。ちょっと、禁酒してたんで、医者からあんまりお酒を飲むなと、口止めてか、止められてるんでね。イエス！はい、ということで、でした。熟練度 100% は武器強化10ですね。ということで、皆さんこれ引きましたでしょうか？この絵と。おすすめのキャラクターです。最近ではかなり。年末年始で出してきましたね。まあ、年末年始ででかいキャラが来るなとは思ってたんですけど、まあ、まさか絵とだとは思ってなかったですね。はい、ということで、かなり強いキャラです。皆さん引いてみてはいかがでしょうか。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。今回メールアドレスとか届いております。どうぞ。